91日目、歌手カレーンスパークルフリーバーグ到着。フリーバーグは海外旅行好きが多いと旅行会社がコメント。博物館の古代彫刻に窃盗犯が激突。お、グッド、いいね。今日も一日頑張るぞい。あ、疲れすぎてフラフラです。今日は帰ってもいいですか。明日の出勤を条件に許可。 OK。 ガラッと人が入れ替わったね。ケアレスラブ、よし。始まった。今日もいきなり不吉な、いいね、いいね。警官が増えた。そう、警察学校に行かせろっていう上の指令があったから行かさざるを得なかったんだけど、いい結果が出たみたいだね。で、 A にもう一人 OK。 そしてマフィア、自動小銃を売ったお金、いいね。ルート22、麻薬中毒者の運転する車両が対向車線に侵入しバンと激突した後、さらに5台の車を巻き込む事故を起こした。ドライバーたちはなんとか無事だったが、車から降りると口論を始めた。対立が起こり状態は悪化の一途をたどっている。 OK。 5台の車、警官多めの方がいいよね。 OK。 いやー、今日はどんな事件が解決できるかな。こんだけ刑事を送っているのでちょっと期待しちゃうけど、また順番が違っていただけだったりしてね。新人物、インターハウスハードウェアストアの従業員がオーティス・アダムスという名の不審な男が爆発物を作るのに必要な複数の材料を注文したことに気づいた。アダムスにはいくつもの前科があり、過去には爆弾で脅迫したこともある。 OK、 2人で大丈夫かな。養成するまで4日かかるんだね。フリーバーグ小学校ここいつも問題起きてない？ここ数日学校付近に不審な白バンが止まっていると若い教師から通報があった。私が車に気づくと走り去ってしまうの。生徒たちが心配だわ。行って見てみよう。自動車事故報告、逮捕。 OK。 いつも警官負傷するね。よほど市民が乱暴なのかな無事で帰ったことがほとんどないね。アパートハウス、警察が容疑者の家の玄関に近づいている。何も言わずにノックする。化学防護服を着た男が警察に気づくとベッドサイドテーブルで必死に何かを探し始めた。銃口を向けて動かないように命令する。 OK。 もう明らかに怪しいミニマート、5人の10代の若者が男性にタバコをくれないか尋ねたが若すぎると言われて拒否された。若者たちはその男性に襲いかかり地面に押し倒すと全力で蹴り始めた。ウェイトレスのニコル・シェルトンがこの状況を目撃し警察に通報した。あの若者たちは狂っている。彼を殺してしまうかもしれない。若者、相当口調が気に入らなかったのかな。窃盗犯は手先
捨て先を巧みに操り、シェリー・ミラーが持っているダイヤの指輪をくすねた。しかし彼女はすぐにそれに気がつき、日本式強烈な指固めで反撃した。コソ泥は気を失っているわ。今のうちに逮捕しに来て。なるほどね、日本式ね。どんなのだ白いバンのドライバーは女性の配達員で、ランチ時間中は学校付近に車を停車させていた。この仕事は本当にストレスで、上司は最悪な人なの。でも子供たちの笑顔を見ていると落ち着いた気分になれるのよ。そっか、今アマゾン利用者すごそうだから、配達員もかなり無理をしていそうだね。昼休みの従業員数名、昼休み中の従業員数名が昨日のサッカーの試合について口論していた。そして従業員の一人が激怒して、トラクターで他の二人を引き殺そうとした。建物の中に避難した目撃者は気が狂っているギリギリのところで逃げてきたんだ。おー、口論か。次の曲に行きましょう。ホワイトロシアン。なんかどれも見たことあるようなものばっかりだな。変えてみよう。これじゃない方がいい。Fire in the Brain。これにしよう。パトカーが来ても無視し、若者たちはその年配の男を攻撃し始めた。これはタバコのやつだ。サイレン。凶暴な二人の若者を捕まえる。若者の集団は警察を見ると七方八方に散らばって逃げた。一人弱そうな若者の後逮捕。こういうのって大体一人捕まれば全員捕まるものですよね。大規模の喧嘩騒ぎ。ストライプのシャツを着た男たちが噴水の中に入って、お互いを水中に沈めようとしている。それで溺死してしまう。 OK。 そして強盗未遂は日本式のやつで逮捕。ここに挙げた警官たちに質問したい。このプロセスは数日かかる見込みで、その間彼らは任務から解放される。またか。クリストファー・サンド。6時20分に郊外。 OK。 こういう方向。なんでサッカーの口論で、なんで。ラストピクチャーシネマ。怒った女性の集団がハードボイルドウーマン2というアクション映画の公開日に抗議に押し寄せた。映画館の経営者に映画の公開をキャンセルするよう要求している。状況は激化してきた。OK。 3人じゃないといかないのか。騒ぎは噴水の中に入った男たちはふざけ合っていただけだった。彼らはロシアからの移民でホームレスだが、かつてはパラシュート部隊に属していた。彼らの部隊では噴水で体を洗うのが伝統だった。実際に噴水で体を洗うのって合法なのかな。 OK。予想できないところで警察の死傷事件が起きてしまう。何これ。ジャック、こちらの不吉不幸を涙ながらに語るつもりはありません。どうかまた署で働かせてください。どうしても必要なんです。助けてくれますよね。あなたはもうすぐ定年です。なんなら給料1年分を、前払いしてもいい。断らない方があなたのためです。あなたが裏でやってきた取引のことは全部知っています。
電話一本電話をかけるだけで全て片付くんです。あなたを葬り去るのに必要な証拠も全部揃っています。でもそんなことはしたくない。仕事さえくれればいいんです。分かってくれますよね。トニー・デブリット誰はい、究極の選択。はい、素晴らしいジャック。あなたは愚かだという者もいるでしょうが、私はそうは思わない。あなたは天才だ。なんだ、さっき視察が来てたけど、もしマフィアに売って取り分を折半していなかったら、それで告発されてしまうのかな。巨乳のヒロインがいやらしいポーズをしている映画のポスターを指さして、性差別は社会の病だと女性女たちが抗議をして叫んでいる。女の一人は前に出てくると抗議者と話をしようとしていた映画監督に石を投げつけた。石を投げた女を逮捕する。よし、性差別か、難しい問題だな。需要があるものは割と、あ二人でいけないんだよねこれ。あ、3度。はい、あ、今のがそうだったの、レイプ。危ない、忘れてたや。ピエロのマスクをした2人の男がオートショーに乗り込み、展示されている中で一番高額な車の鍵を渡すよう要求してきた。マネージャーがためらうと、その男たちは彼の足を打った。現場に居合わせた来場者が窓の外から走って逃げ出し、警察に通報した。おっかない。ここ間に合うかな。爆破予告。市役所の管理人から待合室に不審な男がいると通報があった。その男は引きつったように横を向いて人々を眺めているんだ。スパイかテロリストだと思う。痩せているのに腹だけ出ている。爆弾を抱えているんだ。痩せているのに腹だけ出ている。ビール腹ではないか。どうしようか。あー、これ3人以上か。どっちか選ばないとって感じだ。ナイトクラブから複数の銃声が聞こえたと通報があった。これはこっちを優先しよう。これは誤報だと信じて。どう？その男性は爆弾など持っていなかった。ただの一般市民で、他の人同様待ちくたびれていただけだった。よかった。市役所か。結構、2人で。場所によっては半日待たされるところとかあるらしいね。経緯解決。お、自動車強盗未遂。これは新しいものかな。写真は今3枚だっけ。あ、揃ったんじゃない。揃ってないか。8枚もある難しいよ。ひき逃げはない。で、これもない。これはきっとこれでなんとかしろってことだ。一貫性がある写真はこれなんだけどな。結構並び替えをいろいろ試してみたけど、過去にもやっぱりわからないんだよね。美術館の巡回は1時間に1度行われています。警報器は故障中で、窓が壊れ、絵がフレームから切り出されていました。1時間に1回バッグを持っている。で、これレンガを片付けているから、これはレンガは
分からんな。レンガはどこ、外から中に投げ込まれたのか、外か中から外に投げ込まれたのか。ちょっとだけ考えてみようか。もう一回ちょっとだけ。これは自転車が通りかかった。でこれはサイクリングするんだっていう。そして学生が怪しいんだっていう。ガラスはほぼ完全に割れてしまっており、大人の男でも楽に出入りできるほど大きな穴が開いている。破片のほとんどが外の歩道に落ちている。ってことは外に投げて、外に投げて拾ってしまって、で、これはなんだ外に投げたのをレンガは残されているのか。あ、なるほど。レンガを拾ってで中にしまって、中に置いて、室内に置いて、レンガをしまって室内に置いて、それから絵を切り取って、でこれはここで自転車が通り過ぎた。違うな、あれちょっと近づいてきた気がしたけどな。あー、どうなんだろう。レンガを拾って中に置いて、バッグで中まで入って中に置いて、それから犯行を行って筒状のものに入れました。ファイナルアンサー違うかな。解決したい解決したい。朝方筒を肩に乗せた人物が自転車で通りかかった。一緒にやった可能性は、一緒にやった可能性はどうなんだ。こうむずいね。そうしたら結構写真が余るよね。ああ、そしたら中に置く必要はないのか。わからんわからん。トライはした。マスカレードクラブでは従業員も客も仮面とコスチュームを身につけている。外にいる客は静かにダンスを楽しんでいたが、中からは衝撃音が聞こえてきた。銃声がするっていう通報だね。ホールの奥へ行く。音楽が止まり銃声が鳴り響いた。ダンスをしていた人々はパニックに陥った。ホッケーマスクをつけた男が発砲し、リスの衣装を着た女性を押し倒した。ホッケーマスクをつけた男を追う。ホッケーマスクをつけた男は通りに逃げ出した。自分の車に乗り警察に発砲し続けている。タイヤを打つ。お、逮捕できた。スワットもいたしね。危なかったな。誤報っぽい通報だったけどね、よかったね。そして最後はこれよし、本日のゲーム終わっちゃった。いや、死亡確認しよう。死亡確認もう一、デフリット死にそう。もう一日行こうかな。92日目。カーショップヘルズホイールスポーツカーが並ぶ小企画。港の商業活動 60% 増加。市内の大気汚染レベルは異常なしと生態科学者が発表。わー、潤ってきました。
れすぎてフラフラです。今日は帰ってもいいですか？はい、いいえ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 なんか理由がどんどんひどくなってきてるね。じゃあそうだな、ダニエル、あ、ケージにあげようと思った。アームストロングにちょっとダニエル返してオッケー、そうだな、じゃあ静かな曲を聴こう。レコードの時のあのショパンが好きだったんだけどね。この曲はよく流してる気がする。OK、 神からの指令、後悔。ボイド所長、あなたはミサに来ることはあるのならきっとご存知でしょう。我が会社の、我が教会の中でも特に向上心にあふれ、見識のある教区民たちは、神聖なる粉の恩恵に預かるために信じられないような額を寄付してくれます。この粉はまさに天から授けられるマナーで、反キリストの到来に備えて雑念を払うものなのです。ところが残念なことに、数人の教区民たちが教会に背を向け、外の世界へ出ていきました。イエス様の敵たちが本当とはほど遠い悪魔の粉を安く売りさばいてるからです。そう、神から祝福を受けた値段よりだいぶ安くです。イエス様によって教会から追放された彼らをどうか始末してくれませんか。知るか知るか、そんなの競合相手は自分で何とかしてください。しかも5人も必要じゃないか。お、リクルートできる。じゃあ A に2人かな。 OK、 結構日系多いよね。日系が多くて中華系が少ない。酔っ払ったドライバーがバス停に車ごと突っ込んで数人をなぎ倒した。車はエンストを起こし、ドライバーはフラフラしながらも逃走を試みている。 OK、 2人で行こう。窃盗。退職者のフランクセターから何者かに芝生を盗まれたと通報があった。時計のように規則正しく毎月必ず何者かがやってきて、私の美しい芝生を切り取って盗んでいく。犯人を見つけたら懲らしめてやる。私は元軍人だから数えきれないくらい敵を葬ってきたんだからな。だが今の私はただ静かで平和な生活が欲しいのだ。これは渡り鳥ではないかちょっと後回しにしよう。他のものが切ったらもしかすると間に合わないかも。自動車事故は OK。 自動車事故でもショッピングエリアで万引きが横行していて、マスコミたちが騒ぎ立てている。警察による警備を強化するため警官2人を該当エリアに配置してほしい。はーい、もう懲りたもう市長邸からの制裁は懲りました。よし、あ、ジャフはセターに依頼されて近所の少年が飼っていた。はいエブリデイショッピングセンター。ショッピングセンターの店員が新商品であるトマトペーストの宣伝のためトマトの衣装を身にまとって働いていた。彼はプロボクサーのジョシュア・ドレイクを間違って驚かせてしまい、ジョシュアが怒鳴って店員に飛びかかり拳で何度も殴った。
通行人が阻止しようとしたが、女子屋はさらに激怒し、大騒動に発展してしまった。プロボクサーのパンチは大変ですよ。 OK。 もしかすると3人ではちょっと厳しいかも。ゲット地区、豪華な白いキャデラックのドライバーが黒人の若者をはねてしまった。現場から逃走しようとしたが、判断を誤って柱に激突した。激怒した住民たちが外に集まってきている。これは多めに3人と護送車、バーディーがいるから大丈夫だ。神からの試練やってたら大変だったね。これはもっと行こうか。神からの試練は最悪ギリギリに行っても、ああやばい、これが間に合わないかも。粉のようなものが入った封筒を発見したと郵便局員から通報があった。封筒には地獄で焼かれろと書かれていた。その局員は封筒の中に命に関わる毒物が入っているのではないかと心配している。なんてことなの、みんな死んでしまうわ、今日は私の誕生日だっていうのに。誤報っぽいな。ゲット地区、お二人の男性がキャデラックから血まみれの女性を引っ張り出しているが、人だかりに拒まれ、女性を病院に連れて行けない。興奮した群衆の中には、警察は役に立たないと叫んでる者もいる。こいつはここにいる一般市民から裁きを受けさせる。警棒を取り出そう。群衆は警察にガラス瓶や石を投げつけ始めた。シールドの後ろに隠れ群衆を押しのける。そんな装備があったんだ。危なかったね。テロ予告、ちょっと誤報だこれは。誤報。よし、危険物は入っていなかった。郵便局員の友人が誕生日に悪ふざけをしただけだった。で、喧嘩騒ぎは、ボクサーは逮捕。OK。エリーズバーガー、騎士の衣装を着て巨大な剣を手にした男がカフェに入ってきた。注文を済ませると数時間にわたって静かに隅に座っていた。みんながその男に注目しなくなった頃、男は立ち上がって剣を抜き、力強く振り回した。すでに客の数名が怪我をしている。危ないね。間に合って、間に合って。 OK。 護送車はいけない。間に合った。次ここだ。間に合うかな。間に合う。よし。ビル・バックラーは隣人のデイック・ルアーズの家族旅行で不在にする間、農場の管理を頼まれたと言った。しかし不審な人物たちがトラクターで現れ、隣人の農作物を盗もうとしている。10人ほどの集団が友人から強奪しようとしていると通報があった。3人で行けるかな。で、お、いいね。大柄の道化師がショッピングセンター中を走り回っている。心臓が止まるほどびっくりした。私には疾患がありあって、医師からの診断書も持っているんだ。だから驚かせるような真似はしないでくれと無職のジョン・ホッケン・スミスは言った。行ってみよう。誤報っぽいよね。でもこの時間はちょっと怪しいかな。どう？ OK、逮捕。よし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 。
さあ次の曲いきますか。今の曲良かったね。この曲も良かった気がする。もう自動で全部流してほしいそういう機能ないかな。警察に気づくと容疑者たちは理解不能な言語で口論して叫び始めた。二人の女が逃げ出し農場のどこかに隠れている。現場を慎重に調べる。 OK、 泥棒だったね。迷惑行為。あ、やっぱり子供の遊園地を宣伝するため雇われてるので、ショッピングセンター内を自由に行動する権利がある。そうだよね。クリストファー・サンド・アイス・アリーナ。伝説のシンガーであるジェナーロ・クレスポの公演中、何者かが彼の頭にトウモロコシを投げつけた。彼は笑い飛ばして演奏を続けようとしたが、コンサート関係者は激怒し、観客全員にカメラを提出するよう要求した。犯人を拘束するまで誰一人として棒から出すことはできない。大勢の看守がいるので、できるだけ多くの警察をよこして早く犯人を見つけ出してほしいと警察に通報してきた。トウモロコシを投げただけで、こんな大騒ぎ。人の怒りは怖いね。写真は見つかっていない。誘拐事件か。レンガレンガはこれはこれはもう一人では解決できそうにないかな。お、今いける金儲けのチャンスだ。よし、暴行。よし、最低だ。職員に残業させてまで私利私欲のために働かせる、最低だいやー大変だね、この警察官職員は。深夜3時まで。お、ボイド所長、あなたも私と同じく反キリストの到来が起こらないことを祈っておられるはず。逮捕したり刑務所に収容して済む存在ではないのですから。今後教会からのサービスは全て割引価格で提供させていただきましょう。さらにここにあるお金はフリーバーグ仕様からの個人的なプレゼントとして受け取っていただきたい。やった安75ドル。教会のサービスってなんだ。ということで本日はここまで。また明日お会いしましょう。お疲れ様です。